かいイワシやな。でかいイワシで。でっかいイワシやな。めっちゃなんか血みたいなわけさ。そうやね、血が結構たまる、ね、今日はでかいイワシ。いいっすね。やっていきますか。うん、手全然でかい。イートの手よりでかいですね。25センチぐらいあります、ね、お願いします。ちゃうかぐらい感じで、ほんまに一回全然やった頭の方とか全然やけど、頭も変わらへんと思う。でっかいな、ちっちゃい、ちっちゃいっつってもあんまでかいけど、うん、何センチぐらい、20センチぐらい、20センチぐらい、20、25ぐらいちゃう、グラムだ。いや、お前、背ちっちゃかったじゃん。あ、20センチの方足もそんぐらいやろ、23やさすがに22、23では女子やそれ。まあ名義は避けますが、22、23ではない、22、23ではないっす、これマジで。煙えぐい、煙えぐい、煙えぐい。うおよろしゅう。うおなんやこれ、えぐいな、えぐいえぐい、マジで。ちょい待ちしましょうか。いいよ。いっちゃいます。いけるやろ、無理かな。いや、いけると思うけどな。そっちじゃん、危ない危ない危ない、またまた火炎地獄が始まる。うぅホルモンえぐいえぐいえぐい。じゃあ、もう一発ちょっといただきます。どうぞ。どう、いけてる？止まらんくなってるよ。止まらん止まらん。なんか言え。ただのお前の晩食やんけ。そっち俺のやで。あ、そっち俺ね。おいおい、うまそうやな。待って、やばい、今まで食った中ではナンバーワン、ナンバーワン
ダントツナンバーワンやダントツ、うん、うまっ。だって止まってなかったもん。ただ俺もう終わるで俺うまい、もう終わりっすよ。もう晩飯うまっ。そんな腰に手を置いて。おはよう。おはよう。酒飲んでおはようはもうおしまいないよ。マジうまいわ。食いたい食いたい俺も。じゃあいただきます。はい、お、ちょうどやで、ほんまに。めっちゃうまい。やばいやろ。止まらん。ダントツうまくない？今までの。ダントツナンバーワンやこれ。止まらん。うまっ。何これ。マジ塩の効き目とかちょうどやし。でめちゃめちゃ身もええ感じで。いっちゃってくださいよ。世界最高峰ビール。ああ。世界最高峰のビール。トップバリューさんの。じゃあちょっといただきます。おはよう。おはよう。リッキー。おはよう。もううまいもんな。うまいな。マジでうまいわ。今日初めて、うん、人生で初めて、人生で初めて、うん、ジャンプ立ち読みしたらワンピースと呪術廻戦以外知らんかった。いやマジで全く分からんと思うわ、うん、あれコロコロ変わるからな、ほんまに。そうなの、激しいんやったけど。激しい。でもやっぱワンピースはもうずっと、ワンピースすごいな。30年間か25年間かずーっと一線を走り続けてられる。あれはもう桁違い、あんなんないから。タヌキ、タヌキかキツネか足田さんか。ピー入れな、だるいな、お前な。ワンピースと呪術廻戦、ブラッククローバー聞いたことあるけど。ああ。海外ほんまなんかよう、ええー、みたいな、もう俺のさ、時代、小学校の頃見とったトリコとか。ああ懐かしい。ナルトとか、もうないから。ナルトないな、もう同じだったな。七つの大罪とかは、じゃあ、まだじゃな。ニセ恋とか、ジャンプやってたやろ。やってたよ。ニセ恋って言ったら俺らが中学校とかだから10年前だった。その時なんかチラッと連れの家で見たことあるんだけど、でも初めて立ち読みした場所があの業務スーパー。俺も初めてスーパーでこいつ立ち読みしてるぞ。バカ見てたもん。マジで。だからなんかめっちゃ見られてたよ、なんか変な人に。変な人が変な人を見てた。うっすら感じてた。感じてた。視線もらって。あれは感じるやろな。だってずーっとユートの方を見てて、俺このそれをその人見て、俺の方を見たけど、またすぐまたユートの方ずーっと見てて、こいつ知り合いって思ったわ。そんなずっと見るみたいな。あの人何歳ぐらいやろな。ちょっと上俺らより。そんな感じするやろな。30歳ぐらいから30ぐらいの女性でめっちゃ変わってる感じやったか。30代女性、職業不明やな。あれ職業不明や。あの感じやわからん。で買い物しとった時からもうずっと、うわなんかめっちゃ見てくる人おるなと思って。立ち読み中だけじゃなくて、違う、ゲーム中から。そうそう、なんかおるなと思って、まあ、その程度やん。でなんかもう一回多分なんか俺ら結構あちこち行ったりするやんか、あれ買うの忘れた、うん、とか
で、なんかまたすれ違って、なんかめっちゃ見てくるな。店内入った時からマーキングされてんねん。そうね、もう2回さ、そんなあったらさ、うん、もう3回目ぐらいからはさ、逆に俺の方が見てるからな。もうなんか俺の方が意識しちゃって、あ、そうやな、もうみたいな、向こうが俺の方を見てくれるのを待ってるっていう変な状況。何やそれ。そうそうや、すごいな、見合いの戦いや。で、最終的にレジ横にあのジャンプ、うん、目次だけ俺見ようと思ったら、お、全然ない。でも全く知らないんだろうな。あれは知らんのよ、僕とロボコ。何それ、僕とロボコ、うん、ギャグ漫画やけど、あの川島キリンの、キリンの川島コマ、うん、昨日まあコマデカ TV でおすすめしたって。あ、川島ちゃんな、誰やあれ、漫画好き芸人、あいつや、あのケンコバ、ケンコバじゃない、そのタグやな、土、いや、土やったっけ、あの土、土、土、なら、ロボコ第一位にしててさ、どういう漫画かって言ったら、もう他の漫画のパロディーしかやらない。そうそう、漫画の単行本とか、まあ、買ったんだけど、全部いろんな漫画の表紙パクって、呪術廻戦のやつパクったり、あの、一巻のドラえもんの丸パクリやん、表紙が。すごい、そんなの。でもそれ今アニメ化してるからな。じゃあ、いやでも深夜で2分だけ。サンコミクッキングの短いやん。めっちゃおれ、深夜で2分、深夜で2分だけだと。確かに、すげえな、うん、何百回で100話超えてる、続いてる。でも言ってたわ、ツッチーが、この漫画マジで何も残らんから。昔の漫画みたいに、まだ名前なんかストーリーとかなんか、あれメッセージ性とか言われて、何も残らんから、もう聞かれるようになって、読み終わったと、何これ、何だけなんて。でも読んでまうんや、うん、なるほど。1話完結でもうバッバッバッと読んでしまう。こういうの懐かしいなんで、昔の漫画でよかったから、今こんな漫画見るから、もうめっちゃおもろい、めっちゃおすすめ。第1位、僕とロボコ、僕とロボコ、え、僕とロボコ、ジャンプの、ジャンプやねん、で、連載中の、連載中やねん、ジャンプの、そう、あの少ない枠の、なんと15個ぐらいの枠に入ってんの、そう、ジャンプの。で、僕とロボコに負けた漫画家さんいっぱいおんねん。やってることは全部パクリやねん。やばいな、パクリのやつを、まあ面白い、だから逆性が高いな、漫画家さん。ここでこのシーン出すかみたいな、その名シーン、漫画のいろんな漫画の名シーン出したりする、はいはい、それがおすすめらしい。待ってんで、最後の言葉お願いします。あ、違った、始まるんです。今から始まる、はい、明日。